YouTube 番組、オカルト部おはいはいはい。についても教えてください。あ、もうこれはですね、部活1っていう、えっ、ー、と、企業が立ち上げたチャンネルがありまして、で、そこの部活っていう、えー、項目で何人かこう6人ぐらいサッカー部とか野球やってる子とかの MC として、僕、野球部の MC で、あの、入ったんですけど、こう、だんだんこう野球やったり、えー、例えば火曜日は野球、水曜日はサッカー,、えー、木曜日は美容系ってやっていくと、全くチャンネル伸びなかったみたいで、結局その、 月曜日、火曜日で、なんか心霊スポットにみんなで行ってみたんですよ。そしたらそれが大当たりして、気づけばオカルト部っていうなんか名前に変わってたんですよね。<laughs> 部活1からオカルト部っていう名前に変わってて、もうそれがもはやもうオカルトっすよね、完全に。完全に霊障っすね。今バズりまくってますよ、今。<laughs> そうっすね。そこで本当に体験した、はいはい、恐怖っていうのはありましたかめちゃめちゃありますね。本当に僕霊感なかったんで、霊感なかったっすけどやっぱ行き続けたら指が6本映ってたとか。 親指からこうもう一本あったとか。あとは、左半身がこう、痺れてきたとか。で、えー、首なし地蔵っていうところは、あの、神奈川にスポットがあるんですけど、その行った翌日に、横浜スタジアムで脱球しました、僕。首なし地蔵見て、なんか、ふー <laughs> とか言って、ふ <laughs> ふみたいな感じで、なんか、こう、怖い話とかもしてたんですけど、脱球しちゃったんで、そっからちょっとね、これあるなと思いましたね。もう、オカルト系。でも、未だに行き続けてますね。 実際終わった後はお清めはするんですかあ、しますあの、塩を振ってもらって、あと日本酒ばらまくとか。ちゃんとだから、そういうことが続いたんで、あの、霊能力者を呼ぶようになりましたね。だからもう本当に、もう昔、なんか、ホラー系の動画とか、テレビやってたじゃないですか。ギボアイコさん呼んだとか。だから、ああいう方をなんか呼んで、ちゃんと最後は、あの、一緒に回って、えー、終わったらちゃんとお清めしてもらうっていう。っていうのを今、オカルトムでやってます。